どうも、えっとね、えー、はじまきょしろです。なんと、iPhone10 買いました。っていうね、動画を撮ろうと思ったんですけど、でもネットって怖いもので、やっぱり、そのね、いや、15歳が、なん、15歳が iPhone10 を買うなんて人生の利用規約違反だ、みたいなね、いちゃもんつけられてね、その、まあ、住所を特定されたりしたら怖いんで、あのー、まあね、あんま動画出す,出すの、開封動画とかやめて。でも僕、一つだけ自慢したいところがあるんですっていうのはね、まあ、自慢っていうか、すごいいいものですけど、これ見てください。 ここになんか書いてるわけじゃない。パスワード帳みたいな。ここめくったらベラベラでね。これね。これ見てください。めっちゃかっこよくないこのバンカーリング。牛、モーモーさんの、モーモーさんの、わかりづらいかな。モーモーさんのバンカーリングって言ってね。で、これやったら、ここが反射してね、やってるし、反射して自分の撮ってる画面が反射してるし、ね。それがまた反射の反射で。それもね、汚いしな。ほら、もうそうそう汚い。ちょっと綺麗にするわ。怒られちゃうから。ほんと。 お前 iPhone10 買ったんだったら綺麗に使えよ、この薄らトンカチみたいなね。めちゃくちゃなこと言われたらもう僕のね、メンタルが叶ねません。薄らトンカチってね、なやそれいや。全然油取れねえわ。油取りにくかったって結論で終わろうかな。いやそれ、そ iPhone10 いいわ。めっちゃ使,使いやすい。うん。それなんかね。 みんな動画本数を撮りたいからって言って iPhone10 から iPhone1 買いましたみたいな気持ち悪い動画ばっかみんな出してんじゃん <laughs> それを悟られないようにあの一本にしてる人もいるけどねいやみんなと違うようにしたいみたいなそういう悪いことこ出ちゃってるよね YouTuber ねなやねんそれディスってるやんってそのウームクリエイター中心にねウームクリエイターなんかサムスにでも金もらってんのけなあサムスにでも金もらってんのけあそっか そうだエクスペリアが提供だから iPhone のいいところあんま言えないんだあーあそっか、うーわウームグレーター大変だなあの、一応 UFS の時の提供ってスポンサーあってエクスペリアじゃないですか。だから iPhone X はいいよっていうのはね、言えない。まだ iPhone8 の方がいいとしか言えない。で不自然にね。それで急にエクスペリアの方がいいみたいなこと言い始めたらね。多分絶対エクスペリア買えますよ、あの人たち。 うん、エクスペリアの新発売になってから、エクスペリアに変えちゃうかなみたいな。エクスペリアの方がいいみたいな。提供エクスペリアみたいになって、ね。うわぁ、最高ですわーみたいな。生きててよかったーみたいな。ことみんなが連発してね。お世辞レビューをし始めますよ。うん、だから僕そ、そういう点を踏まえて僕からウームに入りたくないっていうね。いや、お前はウームに入れないっていうことでね。その、あったかも、もうウームからの、あのー、オファーが来てるかのようにね。 あのスカウトされてるかのように言っちゃう、このね、あのー、自己性自己愛性障害パーソナリティみたいな、なんかで、ね、ヨガが,が,がったらしい病気みたいなもんですよ。<laughs> いや、盲言、盲言癖があるぞ。ということでね、3分喋っておしまい。楽しかった喋るのが楽しかったってことね。お父さんも帰ってきちゃうから、お父さんが帰ってるとこに見られたくない。そんだけ。